突然のお別れで、でも目の前が真っ暗でしたけどね。立派になられた塾生さんたちに励まされながら、なんとかしのぎましたえ。本当に公安先生は日本の英雄を育ててこられたんですね。あの諭吉さんと蔵六さんは塾長もされてて、アメリカに行きはった諭吉さんから帰国してようお話聞きましたな。諭吉さん、アメリカはどんな国でしたか？ああ、アメリカは日本とは違って殿様や世襲制のようなものがなど自由な国でした。だからこそ学問を身につけることが大切なんですね。あの人は身分なんぞに頼まれへんお方でしたからね。我々実践がどれだけ勉強しているかをよう見ておられましたな。そうですね。先輩の蔵六さんは長州人ですね。長州藩と招かれて大変なご様子ですが、公安が亡くなった後、幕府に見切りがつけられてな、ふるさとの長州に帰られましたんやな。桂小五郎さんに見込まれ、高杉晋作さんと活躍されますんや。あ、高杉晋作さんとか桂小五郎さんって教科書で知ってます。髪型では一色尺八で、皆さん戦自宅で恐ろしいます。本当に大変な時代に生きてこられたんですね。Thank you.
清戦争の後、5年ぶりに大阪へ帰ってきましたんや。この年の秋、松次郎さんが暗殺者の刃に暴れなさったんです。かなり深い傷ですね。敗血症になりはったんや。右足切断の手術が必要となりますね。大村先生、先生のこんなお姿はつらくございます。そろそろわしも高安先生のところに行くことになりそうじゃ。そんな弱気なことをおっしゃらずに、いつもの先生にいてください。稲さん、頼みがある。切断したこの右足を高安先生の墓の傍らに埋めてくれんかな。Thank you.
なで町中に人を広げようぜ。